どうも、まさとです。今回は金融恐慌について解説します。これまでは大正時代をやってきましたが、今回は昭和時代を扱っていきます。まずは少し復習を入れておきますね。大正時代の最初の方って日本って景気が良かったんですよ。大戦景気で日本は絶好調だったんですね。しかし第一次世界大戦が終わったことで戦争特需が終了していきます。その後、戦後恐慌と呼ばれる恐慌が始まるんですね。さらに戦後恐慌でダメージを食らっているところに関東大震災が起こってしまいます。関東大震災が起こったことによって、今度は震災恐慌というのが起こってしまうんですね。ここでたくさんの企業がダメージを食らってしまって、日本はますます貧乏になっていきます。それを引きずった状態で昭和に入っていくんですね。当時内閣総理大臣だったのが若槻礼次郎という人です。彼は震災恐慌を何とかしなければいけない立場だったんですね。彼が内閣総理大臣をやっている時に事件が起こりました。東京渡辺銀行っていうのがあるんですけど、その東京渡辺銀行の偉い人が、政府の支援がなければ東京渡辺銀行は休業せざるを得ないようなやばい状況だとかっていう風に言ったんですね。恐慌になって企業に貸したお金が返ってこなくなっちゃっているわけなので、銀行側としても非常に経営がやばい状態だったんです。この偉い人は東京渡辺銀行はこのまんまじゃやばいから助けてください、救済をしてくださいって意味でこういう発言をしたんですね。にもかかわらず大蔵大臣の片岡成春という人間が帝国議会の話し合いの最中に東京渡辺銀行は破綻したとかっていう風に間違えて言っちゃうんですね。それでお金を預けている預金者たちがこれを聞いて非常にパニックになってしまうんですね。俺のお金が下ろせなくなってしまうとかっていう風に言いながら東京渡辺銀行に押しかけるわけです。つまり取り付け騒ぎが発生してしまうわけです。片岡直春は、皆さん東京渡辺銀行は破綻していませんでした、発言撤回しますとかっていう風に言うんですけど、騒ぎは収まらなかったんですね。預金者がお金を下ろしに殺到するということは、東京渡辺銀行の中にあるお金ですね、金庫の中はすっからかんになっていってしまうっていうことなんですよ。ついに東京渡辺銀行は休業してしまいます。さらにピンチが訪れるんですね。鈴木商店というところがあるんですが、この鈴木商店という企業が倒産してしまうというニュースが飛び込んできます。鈴木商店っていうのはものすごいでかい会社なんですよ。鉄とか砂糖とか小麦を扱っている貿易商社なわけなんですけど、非常に大きい企業である鈴木商店が倒産してしまうわけですね。鈴木商店ってどれくらい大きいかというと、ものすごい売り上げが高いんですね。この時の日本の GDP の1割を鈴木商店が売り上げで叩き出していたくらいだったんですよ。それくらい鈴木商店っていうのはでかい会社だったんですね。鈴木商店が倒産するとやばくなってくるのはこの銀行ですね。台湾銀行です。台湾銀行が危機に立たされました。台湾銀行っていうのは当然のことながら台湾にある銀行なんですけど、台湾最大の銀行なわけですね。この台湾銀行って鈴木商店にめちゃくちゃお金を貸しているわけです。すぐに救済に乗り出さないと台湾最大の銀行が潰れてしまいそうなんですね。救済するための法律を作って帝国議会で話し合って法律を成立させていたら、その間に台湾銀行潰れちゃいそうなんですよ。すぐにお金を注入しなければアウトです。台湾銀行を助けなさいっていう法律を作っている余力がもう時間的になかったので、若槻礼次郎は天皇に頼み込んで台湾銀行を助けなさいっていう命令を出してもらおうとするんですね。天皇の命令のことを勅令と言います。台湾銀行を今すぐ助けようという緊急勅令を出してもらおうとするんですね。で、天皇がこういう風に命令、つまり勅令ですね、勅令を出すときに許可をもらわなければいけない場所というのがあります。それが枢密院ですね。枢密院というのは天皇の相談する場所のことです。若槻礼次郎が緊急勅令出してもらおうっていう風に考えたわけなんですけど、この枢密院が猛反対するわけですね。緊急勅令は出すべきではないとかっていう風に言い始めるんです。なんで枢密院は緊急勅令を出すことに反対したかというと、枢密院の議長が若槻礼次郎とものすごく仲が悪かったんですよ。だから若槻なんか助ける必要はないということで拒否したわけですね。支援を拒否された台湾銀行は休業に追い込まれてしまいます。さらに日本国内にある有名な銀行も次々と休業に追い込まれたんですね。
日本中の銀行が破綻しかねない状況を作ってしまったので、若槻礼次郎は責任を取らねばならんということで、この後総辞職してしまうんですね。そしてその後を引き継いだのは田中義一という人です。1927年に内閣総理大臣になりました。この田中義一という人は高橋是清を大蔵大臣に抜擢します。彼がやったことってシンプルで、若槻礼次郎と同じような感じなんですね。このように日本中の銀行が破綻しそうになっちゃった状態のことを金融恐慌というわけなんですけど、この金融恐慌を何とかするのが田中義一の役割だったわけです。基本的に若槻礼次郎と同じ戦法に出るんですね。天皇に緊急勅令を出してもらおうって考えるわけです。田中義一が枢密院に、ねえねえ、天皇陛下に緊急勅令出してもらいたいんだけどいいかなとかっていうふうにお願いしに行くんですよね。で、そしたら枢密院は、あ、いいよ、OK! とかっていうふうに急に言い始めるんですよ。なぜ若槻の時は拒否したのに田中義一の時は OK したかというと、田中義一と枢密院の議長は仲が良かったんですね。晴れて OK もらうことができたので、緊急勅令を出した後、モラトリアムというのを実施していきます。モラトリアムというのは支払い猶予令のことですね。企業のみんなは今すぐ返さなきゃいけない借金あると思うんだけど、その借金しばらく返さなくて OK だからねっていう風にしたわけです。これがモラトリアムです。それに加えて銀行の金庫の中がすっからかんな状態になっちゃって、今にも倒産しそうな状態なんですね。なので銀行の金庫の中に今すぐ現金を注入しなければいけないわけです。なのでお金を作る日本銀行がお金をすりまくるわけですよ。急ピッチでババババってすりまくるわけですね。ものすごく急ピッチでお金を作ったので、こんなエピソードがあります。普通お札って両面印刷ですよね。この時刷ったお金って片面印刷のものが非常に多いんです。裏返しにすると真っ白なんですね。両面印刷をしている時間がなかったんです。それくらい切羽詰まってたんですね。大量に刷られたお金はすぐに銀行に送られるわけですよ。それで銀行の窓口はもうパニックになってるわけですね。早くお金を下ろさないと俺の預金がとかっていう風に預金者が騒いでるわけです。それで日本銀行から銀行にお金が送られてくるんですよ。送られてきた札束をドーンと店頭のところに置くんですね。なんで店頭のところにドーンと札束を置くかというと、預金者のパニックを落ち着かせるためなんです。刷ったお金が銀行に届いたらすぐに店頭に置くようにって田中義一が指示してたんですね。お札をドカーンって置かれたら、あ、銀行にはお金があるんだって預金者が理解してくれるじゃないですか。パニックが収まりますよね。こういう風に急ピッチでお金をね、銀行に注入することができたことによって、この金融恐慌のパニックはだんだん落ち着きを取り戻していきます。それでなんとかこのパニックが落ち着いて、金融恐慌は大惨事にならずに終焉に向かっていくことになるんですね。なので田中義一というのはこの金融恐慌をうまく収めた人でもあるんですよ。そういった功績がある内閣総理大臣なんですね。田中義一は大蔵大臣の高橋是清と協力し合ってこの金融恐慌を収めたわけですが、ちょっとこの後なかなかうまくいかないことがあって内閣総理大臣を辞めていくことになってしまうんですね。今回は以上です。また別の動画でお会いしましょう。ではまた。